こんにちは、まみりんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はブロリーの極限 Z バトルに挑戦していきたいと思います。こちらですね、有効なのが上智属性と兄弟の絆カテゴリーっていうことなんですけれども、まだ兄弟の絆カテゴリーのキャラがあまり揃っていなくて、強いキャラがちょっとね厳しいので、まずは、こちらのピチピチギャルでやってみたいなと思っております。やっとですね、カクンサ・ロージを虹にできまして、まだリブリアンが途中なんですけどね、ちょっとこちらでチャレンジしてみたいと思います。ではやっていきます。エネミーレベル1挑戦する。これでフレンドさんもピチピチギャルを借りればいいのかな。こちらじゃあ借りてやっていきますね。行きましょう。極限 Z バトルはですね、もうまだまだ私はクリアできるレベルが低いので、なかなかねあんまりやれないんですけれども、ちょっと今回は皆さんにねアドバイスをまたいただきたくてやっております。とりあえず地属性がいないかな、ので私のパーティーがブラちゃんは受けちゃダメですよね、攻撃だから。こうかな、これでいきます。まあレベル1ぐらいは勝てるかなとは思うけど、どうだろう。そしてどれにしようかな。はい、ブラちゃんこちら取って、ね、配信者さん攻略動画を出されてる方がたくさんいらっしゃるので、私がねこうバトルの動画を出す意味っていうのは、初心者目線というか初心者なりの、動画をね作っていこうかなって思っておりますので、こんな弱いのになんでやってんだって思われるかもしれないんですけど申し訳ない。あ、パパ出てきた。パパのファイナルフラッシュ。いいな、こういうのほんと楽しい。あ、倒せましたね。やったね。レベル1、クリアボーナス、累積1個獲得。ありがとうございます。いやね、1位だから、これもできなかったら問題ですよね。はい、じゃあレベル2いってみます。今、ピチギャル、フレンドさん少ないかな、もしかして。どうしよう、もしいなくなってしまったら。みんなでも兄弟の絆のカテゴリーでブロリーやってるんでしょうね、きっとね。はい、かわいいブリアンデシャトーからお母さん登場ですね。お母さんもね強いからね、だいぶ好きになってきましたけどねもう変身シーンというか、その第二宇宙のお笑い感がすごくて大好きです。ここかなこれはどっち先に持ってきたらいいんでしょうか。リブリアンかな、やっぱ。これいっぱい、あ、そっかそっか。あ、でもね、リブリアン、超地
ちですけど、どう？これこっちでいいと思いますか？ここでいっぱい取る。2周しないのかな？レブリアンは。で、カクンサが、ここでいっか。チギャルはね、好きです。可愛いから。可愛いけど強い。まあでも、ドラゴンボールドッカンボトルのキャラ、ね、バラエティに富んでますけど、女の子がやっぱり濃いですよね、キャラがね。いやー、これは強烈ですよ。ゴロゴロ転がれるのがもうとりあえずさ。どうぞ。はい、ブラちゃん来ました。ブラちゃん好き。もうね、私アイコン、YouTube のアイコンブルマにしてるんですよね。作っていただいたアイコンなんですけれども、でね、まあ娘っていうこともあり、ブラがね、可愛いですね、やっぱり。これでいけるかな。赤と、あ、やばい、間違えた。赤が取れると思ったら緑取ってしまった。あ、でもブルちゃんもうマックスだから大丈夫かな。大丈夫かな、これ。はい、行きましょう。はい、リブリアン。こっちのリブリアンの方も、もっとあれやらないとなんですけどね。キャラ落として、リリーしないとなんですけど。なかなか、大変ですね、育成が。何枚キャラを落とせばいいんだろうっていう。しかも落ちる確率わかんないですからね。運が良ければ3枚とか落ちるけど。レベル2クリアできました。ありがとうございます。どんどん行ってみますね。これでどこまで行けるかな。はい、ちょっと飛ばしまして、次レベル5行ってみたいと思います。ここまではね、なんとかできてるけど、さあどうかな。さっき私ブルマが大好きって言ったんですけども、なんでブルマが好きかというとね、特にブルマ少女期の自由奔放さ、わがまま放題みたいなね、性格がね、見てて気持ちいい。ちょっとイラッとくる時もありますが、なんか羨ましいですね。あんな風に自分の言いたいこと言えて生きてね、いけたら楽しいだろうなっていうね、そういう羨ましさ、まあ、少女期だからこそのね、許されることなんだと思うんですけども、なんかもう言いたいことってなかなか言えないじゃないですか、まあ、大人になると特にね。なんかね、羨ましいなって。それでね、結構好きなんですね、ブルマ。でもね、旦那さんであるベジータは、私実はそんなにね、好きじゃなくてですね。ベジータは、ちょっと、言葉遣いがね、良くないし、なんか、とりあえずね、うるさいなっていうこと。こんなこと言ったらあれですけど、アニメとか見てますとね、結構そういうところがあるんで、まあ、旦那さんにはできないかなっていう。旦那さんにするとしたら誰がいいかな。悟空はちょっと天真爛漫すぎるから、ピッコロさんとかいいですね。優しいし、まあ、ちょっと一見ね、冷たい感じですけども、実は温かくて、優しいっていう感じがするから、ピッコロさんかなって言ってるうちに、やられてしまいました。いやー、やっぱな、厳しいかな。ピチピチギャルだと、ちょっと厳しいですかね。
兄弟の絆カテゴリーでちょっとチームを組んでみました。私が持っている兄弟の絆カテゴリーのキャラというのはまだこれしかないんですよね。なのでその中でこれがいいのかなっていうのを入れてみました。はい、それではこちらでやっていきたいと思います。レベル6からやってみましょう。このこちら兄弟カメハメハを借りたらいいかな。ディフェンス高いのはバドスとベルガーモなのかな。ということはですよ、こうかな。リンク紙、あ、大丈夫か。木玉がな、これベルガモさんはなかなか難しいな。これはつらいつらい。やっぱりもっとキャラ増やして育成しないと厳しいかな。 Z バトルでもね、ちょっとチャレンジでやってみる。ゴッテンちゃん受けちゃダメだよね。でも木玉が全然ですね。極限 Z バトル大体途中でね、ギブアップしてるんですよ、今までも。だから今回ちょっと動画ね、作りたくて挑戦してます。今の私のこの状態を動画に残しておくというのもね、皆さんからこうアドバイスをいただきたいっていうのはもちろんなんですけれども、後々自分で見返した時に、ああこんなに自分弱かったんだなみたいなね、思えるかなとも思いまして。ちょっと待ってください、これはやばくない。またこれはちょっと困る。木玉が全然、なんでなんだろうねこの並び。悲しい、悲しすぎる。あ、やばい、これじゃなくて青取ってもよかったかな。ちょっとでも回復したかったから、いやーダメか、やっぱり厳しいかな。ちょっともう一回だけやってみますね。やっぱ無理、これじゃ無理かな。いや、レベル5で終わり終了って感じかな。むむ、これはこういくか。噛み合わないんですね。あ、こうしたらいいか。あ、ここはちょっと取れますね。あ、でもいっぱいになんなかった。あー、これはこれは、ゴテンちゃんが出てきてくれないんだもん。あ、来た来たー、ベルゴ、おー、ベルゴもワンちゃん、これだね。
兄弟カメハメハー。これは強い。さすが。ブロリーのディフェンスっていうかがあるから弱いキャラね、打った後が弱くなっちゃうよっていうのは聞いたんですけれども、今回この極限でだいぶ強くなってるんですかね。あ、ゴテンちゃんが出てきてくれましたよ。そしてこれか。いや、ここでちょっと挽回できないかな、どうかな。バルスかっこいい。おお。頑張って頑張ってもダメかな、これは。きついきつい、やばいな。あ、やばい。あ、お、ベルガモが。あ、これはもしかしたらアクティブですか。え、そうなの。これ性能よく知らなかったんですけど。わ、これ最強だ。もしかしたら、もしかしたら勝てるかもしれない。え、ちょっと待ってください。これでもこれ木玉がね、なかなかね、どうしようどうしよう、やばいな。いける？ベルガモのアクティブですか、これは。すごい、ちょっと全然分かっていなかったけど、あ、これベルガモのロゼみたいにダメージ受けないのかな。最高ですね。やったー。これなら負けないかもしれません。もしかして。あ、でも、あ、え、こっちも大丈夫なの？次のターンも平気なんですか、これ。え、すごい。え？これは、もしかしたら、でも、当たった。これがどうなのかな。おお。あ、なんかドキドキするな。ギリギリの戦いって感じですね。あ、ここで終わりか。え、2ターンアクティブってことなのかな。いや、すごい。わあ、これはかっこよい。いや、どうだろう、この次が。あ、じゃあベルガモちょっと最初に持ってきて、どうしよう、どうしたらいいかな、こういう場合は。でもこっちにしちゃうとリンクが、でも一緒かな、同じか。じゃあちょっとでもディフェンスが高い、こっちのご飯ちゃんの方にしようかな。で、ベジータがこれで、いやでもね、もう自分ですね。あ、やばい。あーですよね。ちょっとレベル6で終わりっていうのはだいぶいかんですね。もうちょっと頑張らないと。皆さんお付き合いありがとうございました。もうちょっとね、キャラとかなんとかしないとですね。これはちょっとブロリー極限 Z バトルに挑戦してみました。皆さんからのアドバイスなどをお待ちしております。もしよかったらコメント欄で教えていただけると
嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も絶対見てくれよな。